メグロ萌は、日本の元女子カーリング選手。北海道釧路市生まれ、北海道空地郡南フラの町育ち。社団法人日本カーリング協会の強化指定選手。北海道フラの高等学校を経て、弘前大学人文学部卒業。道の区銀行所属。身長163センチメートル、体重50キログラム。血液が B 型。左利き。 2006年トリノオリンピック並びに2010年バンクーバーオリンピックカーリング競技女子日本代表選手として出場2010年6月10日2010年シーズン限りでの現役引退を決意したことが明らかとなり6月21日に青森市で引退記者会見を行い正式に引退を表明なお目黒に代わり青田忍が現役復帰した上で チームは大森への加入、道の区銀行へ入校している。2010年7月12日に実家の野外研修施設に勤務する一般人の男性と結婚。現在はカーリング指導者とテレビ中継の解説などの活動を行っている。小学校3年生の時にカーリングを始め、4年生頃から本格的に競技に取り組み始める。父は日本選手権に、母は 世界シニア選手権4位の実績を持つ。4年生の時に、釧路市より南フラノに引っ越してきた寺田桜子を誘い、目黒とその姉二人が中心となる、カーリングチーム、空地小桜のスキップとして、実家のビニールハウス内の特設リンクで練習に励む。また1995年には日本で3番目の専用リンクとして、 空地はスポーツリンクに天然氷のカーリングコースが完成。なおこの時の同級生は4人しかいなかったが、男子日本代表の山口武氏を含め4人中3人が日本代表となった。 1995年、1996年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、1995年。ありがとうございます。